さあ今週のこの時間は4日間限定で水曜日のカンパネラ、コムアイ先生が毎日登場してくれている。昨日は教室を爆破してましたけど大丈夫なんでしょうか。授業のテーマはズバリ歴史の偉人スーパーマン、はい。月曜日がゼアミでしょ、昨日火曜日が一休さん、今日水曜日一体何なんすか、どんな偉人が出てくるんでしょうか。で昨日が火曜日のカンパネラ、一昨日月曜日のカンパネラ、はい、今日ついに完全体来たぞ。水曜日のカンパネラロックス。はい、今日も授業始めます。どうも、なんかありました？なんもないですよね。はい、じゃあ始めましょうね。今日もみんな元気ですか？今日もね、授業していきたいと思うんですけどもね、最初にちょっと言っとかなきゃいけないことね、言っとかないとなと思って。武道館。私、水曜日のカンパネラっていうのに出てて、日本武道館公演あるんですよ。八角柱っていうタイトルで、日本武道館の形意識したこのタイトル、3月8日開催ですので、今日来てる生徒のみんなぜひ来てくださいね。全員来たらどうにか埋まりますんで、よろしくお願いしますね。1万人入るんでね、ぜひ生徒の皆さん来てもらえたらと思います。お待ちしてます。さあさあさあ、カンパネラロックス授業は今日入れてなんと残り2日、早いですね。1週間、まあちょっと少なくなってきて結構責任感感じるんですけど、今夜もね、生徒から届いた悩みをスーパーマンの力を使って解決するという感じで進めていきたいと思います。今日のお悩みはちょっと難しいですよ。ヨシリスさん、16歳、女の子、高1ですね。コムアイ先生、はい自分に自信を持つ方法を教えてください。はい、私は根が真面目というか、ちゃんとしてないと落ち着かなくて、友達といても無言になっておとなしくなってしまったり、本当は楽しみたいのに教室とかでもワイワイできないんです。自分の言いたいこととかもうまく言えなかったり、それで面白くない人って友達に思われているような気がします。だから自分に自信がありません。コムアイ先生、どうしたらいいですか？なるほど。お電話つながってます。聞いてみましょう。もしもーし。もしもーし。ヨシリスさん、こんばんは。こんばんは。高一で、はい、いろんな、なんか悩みがありそうなんですけど、ひとまずでも人間関係ですよね。そうですね。うん。本当は楽しみたいんですよ。うん。みんなと話しているときに、うん。まるで一緒に盛り上がりたいんですけど、うん。こういうこと言ったら、しらけないかなとか、うん、いっぱいいっぱい考えてしまって、うんうん、なかなか自分が思うことを言えない感じですかね。ね、もしかしてみんなが話すスピードって速くないですか？はい、速いなって感じる時もありますね。私すごいそれ思ってたんだよね自分が話すのゆっくりだからなんか間に合わないというか、すごいよね。でも安心して、人生の中で人が一番喋る時期が、はい、高校生だから、はい、だんだんみんな普通の速さに戻っていくし、社会に出た瞬間に、まあ、大学入った瞬間にかもしれないんだけど、なんかみんな意外にバラバラで、いろんなところから来てて、どん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 なっていくから、それじゃあやっていけなくなって、なんていうのかな、平均に合わせるというか、その場その場でみんな合わせるようになるから、多分今が一番きついだけな気がするな。だから今合わせることを頑張るんじゃなくて、はい、なんか自分が本当に楽しいと思う人たちってどんな人なのかなとか、はい、どんなコミュニケーションなのかなとか、そういうことをなんか自分の方を大事にして考えた方が私はいいと思います。わかりました。うん、全く多分間違ってないし、賢そうだからヨシリスちゃんはそんなことないです。いや、高校のつながりが大事な人もいるかもしれないけど、自分の話で言うと本当に誰もいないんだよね、今大事な友達が。で、今すごい仲良かったり信頼してる人ってみんな大人になってから出会った人なんだよね。どん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 友達を見つけるのが上手くなっていくから、
どんどん自分に合う人が見つかっていく。その時に逆に困るのが、はい、自分の趣味がわからない人は見つけるのが大変だと思う。趣味とか好みとか、うん、こういう人と会いたいんだっていうのが会えてなくてもなんとなくあったら、いそうな時にピンとくるから、なんかそっちのアンテナを張っとくっていうのが重要な気がします。なるほど。あと他にもなんか聞きたいことあったらまだ聞いてほしいんですけど、なんかありますか？聞きたいこと、うん、あ、トムライ先生ってすごい個性的というか、はい、自分の魅力をすごい上手にアピールできているなって思うんですけど、ね、工夫が上手なんですよ私。あのそう、人の魅力は限られてるから、あのそう、工夫でどうにか乗り切ってるので、なんかそういう風に言ってもらえてすごく嬉しいんですけど、自分は個性がないと思いますか？探したらあるんですけど、自分ではまだあんまりわからないです、うん、なんか私が思ってるというか言えるのは、本当に個性ってなんか誰にでも、誰よりもこれだけはできるっていうものとかって言うけど、なんかそんなのなかなかないじゃないですか、はい、そんなね世界で60億人も人がいる中で自分だけっていうのはもう絶対ないから、あの、はい、大体見せ方の工夫とか複合的に強みになっていくものだから、組み合わせが上手い人が強みを見せられると思うの。例えば私鹿の解体するんですけど、それ鹿の解体やってる人ってもう日本中にいっぱいいるんですよ、はい、あの漁師さんとかみんな鹿の解体するから、でそこから遠いところで多分歌を歌うっていうステージを今もらってるので、歌手が鹿の解体するってなるとすごい遠く感じるっていうことなのかなと思って。なるほど。チア部でしょ、チア部から遠いのってなんだろうね、はい、実は四股が踏めるとかちょっと遠くないかお前政治とか意外な、あと何ですかね、イスラム語ができるとか、ま、本当にそれだけでさ、イスラム語ができるチア部ってやばくない？嘘でしょって感じじゃん。なんかその、そうそうそう、組み合わせただけで随分な個性になるものいっぱいあると思うので、そんな感じでやっててほしい。あと女の子はね、メイクとか衣装で可愛く見せるっていうのもね、できるからいいですよね。それも、あの、存分に使ってください。はい。はい。ということで、今日一曲をおすすめしたいんですが、私が選んだ曲は、はい、これですね。女の子の、魅力を、こう、存分に活かしてもらいたいと思って、古事記に出てくる神様で、歌と踊りを司る神様、天の鼠っていう神様についての歌が、一曲あるので、はい、それを聴いてもらおうと思います。はい。そんな感じで、いかがでしたでしょうか？なんとなく少しは助けになったかしら。はい。あの、またぜひぜひ相談してください。ツイッターとかでも。わかりました。はい。ありがとうございます。はい、黒ブロック聴いてくれてありがとうございます。はい。ではまた、これからも頑張ってね。ありがとうございます。この曲、スーパーマンってアルバムの中で一番最後に用意してるんですけど、さっきも話したけど、この天の鼠っていう神様は、古事記の中で、天照大神っていう、すべてのをこう照らして、世界を作ってる神様が、天の岩戸に閉じこもっちゃった時に、どうにかして、その真っ暗な世界からこう、をね、照らしてもらわないといけないということで、天の鼠が登場していっぱい踊ってで踊ってそのおびき出すんですよね、天照大神。外怖くないよって言って、で外見た瞬間に出た鏡っていうのがあって、その鏡で自分を照らすっていうストーリーがあって、でそうすると鏡に映った自分で、わ外明るいと思って出てくるっていう、すごいアホな流れなんですけど、そんな話で登場する天の鼠なんですね。あの、私がやってる仕事も歌って踊ってなんか人の気持ちをこう引き出したりとかすることなので、アルバムの最後に持ってこれたらなと思ってこうなりました。さあ、カンパネラロックス、明日が最後の授業です。水曜日のカンパネラロックス、今夜の授業以上です。
水曜日のカンパネラ、コムアイでした。ゾンビにやられた。いや、ゾンビなのこれ。バイオハザードセブンと一緒だから。え、嘘、うん、あそこゾンビいんの？引き込まれて。やべえな、おい。目がバキバキになって、俺らのことを襲ってくるから、これは。完全体ってそういう意味じゃないでしょ。水曜日のカンパネラ完全体ゾンビじゃダメでしょ。なんかやらないと気済まないわけ、小前先生。多分そういう人ですよね、あの人はね。でもさ、確かにそのやっぱ工夫、って、ハッとしたんだけど、はいはいはい、まあ、あるものは限られてるわけで、それをどう見せるかとか、うん、確かにね、どういう風、何と組み合わせるかとかによって、うん、多分みんなが持ってる武器はよりこう強大になっていくしってことはさ、うん、すごい小前先生が言ってるから説得力もあるし、ねえ、これきっとピンときた生徒とかいるんじゃないですか、ね、じゃあ俺こんな、うん、なんかかっこいいとは言われないけど、うん、歌うまいからなんか面白いことできるかもとか、うん、いろんな発想できますよね、うん、カンパネラロックスはちょっと金言にまみれてる気がして、うん、明日も、明日はそうか、明日大丈夫かな、今日水曜日だったから明日が木曜日のカンパネラロックスになります、うん、どうなんのかね。